マリナ・ブヤチェスラブナ・アニシナは、ロシア出身、フランスの女性フィギュアスケート選手で現在はコーチ。2002年、ソルトレイクシティオリンピックアイスダンス金メダリスト。2000年世界フィギュアスケート選手権優勝。パートナーは、グーエンダルペーゼラ、イリアアベルブフ、セルゲイ・サフノフスキー。父は、ソビエト連邦のアイスホッケー選手として、ヨーロッパ王者。 世界王者を経験したビアチェスラフは二審。母は1972年札幌オリンピック6位入賞の実績を持つイリーナ・チェルニアイワで現在はマリナと共にリヨンでコーチとして活動中。赤色のロングヘアーが特徴。ロシアにおいてセルゲイ・サフノフスキー、ついでイリア・アベルブフと組んだ。キャリアの後半はフランスへ渡りグーエンダル・ペイゼラと組む。 2008年2月、ウクライナ出身のチェチェン系でロシアを中心に活躍している歌手のニキータジグルダーと結婚した。2001年 GP ファイナルでのアニシナペーゼラ・アベルブフとは1990年と1992年の2回世界ジュニアフィギュアスケート選手権に出場している。しかしその後、アベルブフがイリーナ・ロバチェワと恋に落ちてしまい、アベルブフはロバチェワと 新たにチームを結成してしまう。後に二人は結婚。パートナーを失った、アニシナは必死で新たなパートナーを探し、1993年にフランスのグーエンダルペーゼラとチームを結成。その後、アニシナはフランス国籍を取得してフランス代表となり、チームは競合の一つと認知されるようになる。当時の最大のライバルはカナダ代表のシェイリーン・ボーオーム ビクター・クラーツ組であった。また彼らより実力が上のチームとしては、パーシャ・グリシュクエフゲニー・プラトフ組、アンジェリカ・クリロワオレグ・オフシアンニコフ組があった。1996から1997シーズンより女性のアニシナが男性のペイゼラをリフトするという珍しい技を見せるようになる。百九十八年の長野オリンピックでは、 銅メダルであったが、2002年のソルトレークシティオリンピックでは、かつてのパートナーであったロバチェワアベルブ含みを僅差で抑えて優勝を飾った。なお、この時に彼女らのチームは、ペア競技における採点操作疑惑に巻き込まれてもいる。引退後は、プロスケーターとして活躍する一方、コーチや振付師としても活動している。2013年6月、 12シーズンぶりに競技への復帰を決めた。現在は政治家でもあるパートナーのペーゼラ、フランス表情競技連盟も乗り気であったが、結局準備不足で断念した。マリーナ・ビチェ・スラーブナー・アニースイナ、ロシア・コラテン・ホンジ、マリーナ・バイアチ・キスラボブナー・アニシナ・ハット・ファイ、ゼー。 http://www.itar-tas.com コロンススララッッシシュュ s, <S スラッシュ C20 スラッシュ917531ドッ HTML ありがとうございます。